ここは桜市猪野公園、別の名前、正式名称ですけども加賀清水公園で、また神社がありまして、そこは厳島神社というふうに呼ばれております。そこの池の淵から、今撮影をしておりますけども、現在、八重桜が満開となっております。まず左側の方に見えるのが、濃いピンクの八重桜、この池の、小さな池なんですけども、そこにこう映り込んでいまして、綺麗な感じになっております。少しアップしてみたいと思います。そうですね、このピンクの八重桜は葉っぱがこうちょっと茶色っぽいっていうのに気がつくかと思います。ここの公園にはですね、まだ他に少し薄いピンクで緑の葉っぱの八重桜もあります。申し訳ないですけど、ちょっと名前とかは全く分からないんですけども、2種類あるなというふうに思っております。で、こちらの池の方を振り返ってみますと、この池と反対の方にも、まず鳥居がありまして、ここに、八重桜の満開となっている状況がわかると思います。下には小さな流れが流れております。少しアップしてみます。これは先ほどと同じピンクの濃い八重桜かなと思います。でその向こうにですね、少し進んでみますね。ここはピンクですね。こうピンクの濃い八重桜で葉っぱが茶色っぽいものというふうに思います。これはそうですね、もう少しまだ咲くのかなっていう感じ、つぼみが結構ありますね。で下の方を見ましてもまだ散っている花びらが、ほとんどありませんので、これはまだ、満開直前という形だと思います。もう少し進みますと、このピンクの濃いピンクの八重の向こうにはですね、少し引いてみますと分かりますけども、ですね、薄いピンクの方の八重桜が、満開になっております。これはですね、こう見ますと、葉っぱが緑色ですよね。ですから、少し、種類の違うものだと思いますが、ふっくらしたその膨らみ方っていうんですか、は八重桜の特徴で、別名ボタン桜っていうふうにおっしゃる方もいるくらいです。とても花びらが多いので、そういうふうにふっくらした姿をボタン桜というふうに言ったんだと思います。とてもこうですね、ちょうど春先のですね、桜の咲く時期の一番最後に咲いてくるのがこの八重桜です。で八重桜なんか撮ってますと、どうしてもこう下向き、みんな下向きなんですね。しだれ桜とちょっと似たような感じなんですけど、どうしてもこう下から撮るっていうことが多くなりまして、結構背中とか首が疲れるのと、あと撮影上の問題で言いますと、なんて言うでしょう、こうどうしてもですね、光が当たっていないので少し暗く撮れるというのが現状かと思います。今本当に満開ですね。これが桜吹雪になって散るのはもう1週間以内かなっていうふうに思います。